ロイブルは e v e r y o さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、えー、撮影日が9月の15日、日曜日なんですね。日曜日はちょっと、えー、お金の勉強、えー、お金のお話をしていければな、というふうに考えております。ソロマン案山学習をしていくとですね、数的価格が研ぎ澄まされ、 えー、圧倒的な自信を手に入れ、えー、将来ですね、あ数字は強いんだなと、えー、仕事を選ぶときに、じゃあ数字からも仕事をしようかなということで、えー、金融機関に進む生徒も、えー、多分、あの、多くなるんじゃないかなと思って、えー、ちょっと、えー、株式、ゴリ先生もそうだったんでですね、えー、まあ、証券会社にいたという経験も踏まえ、えー、お金の話をしていければなというふうに考えております。まあ、そのところで、ソロバン先生の投資術ということでですね、 えー、株取引は若いうちから絶対始めた方がいいという理由。これはゴリ先生がもう絶対思ってることなんですね。もう若け早ければ早いほど実はいいんですよ。えー、株ってギャンブルってよく言われますけど、それ大きな間違いなんです。えー、はっきり言って知識がないんですね。えー、知識がない人に限ってギャンブルって言うんですよ。えー、じゃあ、えー、明確に、えー、若いうちから、えー、始めた方がいい。 これ絶対的なな利効果なんですね福利効果、えー、じゃあ、72の法則なんてよく言われますけどね、例えば、配当が5%出る会社、配当利回りが5%だと、 5%の配当利回りで倍になるのに、72を5で割ってあげるんですね。14.4か。約15年、15年弱で、投資金額の倍になるんですね。あくまでも、例えば40万円で買って5、5%ですから、2パ、2万円、2万円の配当をまたさらに1年後にオンした状態。今度は42%、42万円に5%の配当なんで、う 21,000そうすると次は44万1000に5%というような感じで、ふ利でやっておくと、15年弱で倍になりますよというです、ね、72の法則、結構有名な計算ですけどね、そろばん先生の投資術ということで,です、ね、負けない株取引の,取引の方法。 かなりの確率で負けない方法というので、えー、ゴリ先生よくあのお話しするんですけど、この前 NTT 株100株に関してはですね、えー、ポイント、マネックスの小座を作ることによってポイント、えー、あとは配当なんかで、えー、数年で元は取れますよと、投資金額100株ぐらいだったら元は取れますよと、えー、株をただで購入できればですね、マイナスになることはないわけなんですよ。 じゃあ、さっきの72の法則で、投資金額の倍にして、えー、じゃあ投資金額40万円が80万円になった瞬間に、40万円を売却してしまえば、えー、投資金額は戻ってくる、きますから、えー、40万円は株式市場、自分のポートフォリオには残るんですけど、えー、投資した金額は回収できますから、これでもう負けはなくなるわけですよね。そういう意味で、さっきの72の法則、えー、まあ、 とにかく若いうちで、これ、ふ利やっぱり長期投資なんですよね。絶対短期投資って、あくまでゴリ先生は、あのー、 いわゆる、海外投資家であったり、ま、機関投資家と言われる人、大きなお金を動かす人たちには絶対かなわないというふうに、ゴリ先生は思ってるんで、そんな不利な土俵ではただ、書いたくないですよね。じゃあ、そういう人たちに勝つためには時間なんです。絶対的な時間を味方につけることなんですよね。じゃあ、そうなると、まあゴリ先生53歳から残り15年生きて、ま、あ68か70。えー 難しいなと思うんですよね、えー。じゃなくてですね、20代ぐらいからそれを始めてれば十分、えー、に例えば20歳から始めて15年後、35歳ですからね、えー、まだまだ有意義にお金を使える年齢だと思いますんでね、本当に早く。えー 青よくば、えー、お父さん、お母様がですね、えー、お子さんに、えー、ちょっと株の取引なんか、えー、そういうような、えー、話をしてってですね、えー、本当に早めに始めるとですね、非常に福利の効果、えー、を得やすいです。 ギャンブル的な銘柄を選ぶとまずいんですよね。え、長期投資に適した銘柄というか、あの、長期投資するならば、こういう銘柄を買った方がいいですよというお話もですね、あの、またお用意していければなというふうに思っております。はい、え、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。